騒がず近くに。よう、前にあんたと爆心の悪事を暴こうとした時襲ってきたじいさんがいただろう。あれからも奴は爆心らへの襲撃を続けている。自らの仕業だと見せつけるような手口でな。奴の目的も正体もわからんままだ。お庭番に探らせてはいるんだが。なんだと。そうか、あいつもクロスの者か。賭場で始末した連中のお仲間ってわけだな。あのじいさん、あんたとも馴染みなのか。そうか、クロスの人間が国をなくしても果たすべき悲願、奴の目的に見当はつくな。ああそうだ、今の幕府ってのは詰まるところ俺のこと。奴の狙いは俺だ。この件は幕府で手だれを揃えて対処するつもりだったが、あんたと二人でケリをつけたくなってきた。いいや、今回もあるんだ。最初は日の本が一大事って時に過去の恨みにこだわり続けるやつなんて無視しようと思ってた。だが幕府に将軍に恨みを持つ連中がいるのは事実だ。そこから目をそらすのはどうにも目覚めが悪くてな。今まであちこちへ出向いてきたのも俺がそういう性分だからだ。将軍になろうと向き合うべきことにはちゃんと向き合いたい。あのじいさんの居場所は目星がついている。祇園の社らしい。また助太刀を頼めるか。あんたならそう言ってくれると思っていた。最後まで付き合ってくれよ。俺に続いてくれ。クロスは俺が将軍になった時すでに取り潰されていた。あんたのことを知ってから調べさせてもらったよ。幕府を滅ぼすことを使命にあれだけのことをやっていたんだ。その時俺が将軍でも取り潰しただろうな。だがそもそもなぜクロスはそこまで幕府を憎んでいたのか。連中が過去の恨みをずっと引きずり、幕府もそれを押さえつけてきたからだ。遥か昔の遺恨が未だ消えやしねえ。長州も同じさ。またぞろ大きな戦を起こすかもしれない。こんなことは誰かが終わらせなきゃならない。ああ、ここだ。将軍とその犬になり下がった隠し刀、この世の誇り、それが片割れへの鼻向けとしてくれる。
将軍とその犬になり下がった隠し刀、共に誇り、我が片割れへの鼻向けとしてくれる。はぁ、あと逃げおけ。里を離れたその末路がこのざまとは。わしも今そちらへ参る。楓、あの世ではずっと片割れとして。幕府は日の本のためではなく、幕府を維持するために祭りごとをやってきた。その結果、クロスの悲劇を生んだ。いらぬのかもな、そんな幕府なら。だが、ならば誰が今の日の本をまとめる。あんたには今までいろいろ面倒をかけてきたが、これで一区切りついたよ。因果な仕事に付き合わせてすまなかったな。礼を言わせてくれ。まさか、あのじいさんとはだいぶ違うさ。あんたは己の意志で進むべき道を選んでいる。これから日の本がどうなるか、何が起こるか、俺だって全てが見えているわけじゃないが、あのようなものを生まないため、俺は将軍としてできることをやってみる。あんたも志半ばで死ぬなよ。